と平野健介の割と本気です。この番組は脚本家渚しぶちとナレーター平野健介がものづくり表現について割と本気に語り合う番組です。はいどうも、割り本でございます。お願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、順風男女の平野健介です。はい、渚しぶちでございます。よろしくお願いいたします。そして今回も今回もゲストをお呼びしましょう。はい、今回のゲストは順風男子の皆さんです。どうも、自分だ男子って言ったのに、順風男女の男子の門目山剛です。はい、順風男女男子部の足立です。はい、順風男子の井上優馬です。バラバラします。はい、というわけで、名古屋公演が無事終わりましたということですかね。そうですね、はいはいはい、今日が17日ということで、先週名古屋が終わったと、はい、終わりましたということで、はい、明日から福島公演でございますが、はいはいはい、なんと今日はですね、はい、名古屋の劇場で収録しております。そうなんです。文化の家、最高。旅のホール、ありがとうございます。素敵なとこです、ね。どうでしたか。やっぱまあ全然ね、はい、東京 の、 あの3階のリバティとは勝手が違うとは思いますが、はい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 。まあ今回ね、ごめんなさい、ちょっと嵐の腰横領で申し訳ないんですけど、はいはいはい、お天候天お天天っていうタイトルなんですね。うん、はいはい、でお天が好転していくっていう。おうそうですね、意味があるんですけど、そんな意味があったんですか。そう、実は、ね、あったんですけれども、今回ね、お天、私の人生におけるお天ちょっと更新してしまいまして、あら、つい昨日か、うん、収録日の昨日の話なんですけど、はい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 、ですね、多分なんか、なぎさんもなんとなく、なんだこの空気はみたいな、そのスタッフさんとかと一緒にいるときに、何この笑いみたいなタイミングもしかしたらあったかもしれないんですけど、まあ、勘のいいなぎさんだったらもしかしたらなんかお気づきかもしれませんが、実は私、こんなね、楽しそうに喋っておりますが、昨日、交通事故を起こしまして。え？そうなんです。知らなかった。昨日、交通事故を起こして、はい、起こしたおかげで帰る車がなくなってしまい、だから私さっきバス取りますっていう話をそういうことだったのね。その時スタッフさんがクスクスクスって笑っていたんですけど、そうなんです。ちょっと高知の空でその人を跳ねたりとか、そう、そうじゃない、そういうことは信じなかったんですけど、それは何よりですけど、はい、完全にボケっとしておりまして、ちょっと、まあ、言えないは言えないです、まあ、一応もう全部済んではいるんですけれども、はい、まあ、大事に至ることはなかったんですけれども、はい、もう昨日の私のテンションをちょっとナギさんにお見せしたかったですよかった。そう考えるとよく楽しそうに公演してたね、はい、よかったです。よく持ち直したね。ありがとうございます。そんなね、お手を好転していこうというね、はいはいはい、この公演でもうお手出したから、もう一番大きいの出したから、あとはもう好転していこうじゃない、うんうん、お点が大きければ大きいほど そのね、振り返りもでかい、好転もそうそう、そういうことでございます。いいじゃないの。よろしくお願いいたします。はいはい、そうか、そうか。はい、もうね、もうみんなに、気を使っていただいて。誰も責めてくれないっていうの、これが一番やばい時ですよね。はいはいはい、誰も責めれない。ことがことだけにって感じで。そう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 。ね、ただただネタになっていくだけって、いやネタになるのを待つしかない、ね、はい、そうですね。だからこのラジオね、もしお聞きじゃない福島の、ね、方にはもう絶対にこう埋設の時に、こういうことがあったよって、その時うちの父にねカミングアウトすることになる。初出しなんだ。やれ、どうしよう、怒られたらどうしよう、へこむわ。親父さんに免許を取り上げられるかもしれない。あれはありうるし、返納ね。早いな、3年ぐらいしか持ってなかったのに。それ上演時間がめっちゃ伸びるっていうか、前説説教ネタ笑えるかな、福島公演は笑えるかな、すごいラインナップになっておりますっていう。ありがとうございます。そんなそんな楽しみな福島公演ですけれども、はいはいはい、どうなんですか、男子チームとしては、うん、意気込み的には。いやもう本当ね、名古屋でね、とても温かい、受けてたね、温かいですね、
これでもかってくらい笑いが、いや本当にそうですよ、ありがたかったですね、拍手がもうねいつまでも来ていただいて、うん、いや本当にありがたいですね、なんかこの勢いのまま福島に行けたらなっていう、そうですね、言っても名古屋は今までも何回か来てるじゃない、はい、そうですね、あお疲れ様でした、伊藤真美さんが帰りました、はい、今純女子の伊藤真美さんがマジで劇場でございますんでね、はい、はい、こういう作業も織り交ぜつつ、はい、そうそうそう、はい、ね、はい、で福島は完全に初上陸じゃない、初上陸としては、うんうんうん、ね、そこは多少のこうなんだろう緊張感はあります、いやどうなんだろう、逆にどうなんすかね、あの本当に福島って何にもないんですよ、その娯楽みたいなやつが、うん、何もなくて、実家に帰った時に私はコントみたいなことやってるから親父になんかその笑いを寄せとか行きたいんだけどみたいなことをなんか調べてくれないって言われたんですけど、うんうんうん、とか実家帰った時にもあのね郡山とかあと仙台とかに足を伸ばさないと、うんうん、もうね半年に1回もないぐらい、そういう、あーそうなんだ、ゼロなんですよ、その福島市は、福島市の笑いみたいなものって、だからもう本当に久しぶりなんじゃないですかね、順風がそのコントを福島市でやるっていうこと自体が、すごい、もうどうする、何かもう教育とかに影響を与えちゃったらどうする、いやいや2階の地じゃないんで別にそんな強烈な、まあ、次の日からなんかね、はい、クラスの生徒たちがふざけ出して困ったみたいな、やばい何何って言って、そう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 、そうなっていうなりかねないぐらい本当に、まあだからそういう意味だと素直に見てくれると思います、じゃあどういう反応なのか楽しみです、そうだね、ねえねえ、そうそうね、ね、うん、いや名古屋のお客さん本当にあったかかった、いやあったかいですし、うん、そのね今回もその、うん、やっぱりおなじみのコーナーもあるじゃないですか、の時の待ってました感が、うん、あね、やっぱりね、はい、大きい、それがだから逆にないから福島は、そうだね、そうだよね、そう、それをどう受け入れられるか、確かに、ね、確かにその緊張感は確かにあるから、ドン引きの可能性あるから、何やってんだろうってずっと一人で喋ってるから何だったんだあれは、何だったんだろう、あの人がうるさかったですって書かれてじゃあ合ってますね、合ってる、じゃあ合ってる、じゃあ合ってる、それ合ってる、あのそういう海の親じゃないですか、まあそうなんですよ、なぎさんね、そうそう、勝手にやる、どんどんどん、あれすげえいろんな人、だって今回平野くんのネタなんだよね、そう今回私がそうです、すごいいろんな人の手に回ってて、そうだんだんプロデューサーが変わってくるんですよ、すごいね、ルパン三世みたいな感じ、そうだね、一人歩きしだしてる、そうそう、いやー面白い、良いじゃない、あのね観客の方で今日あのいらしてくれた女の子がいたんですけど、うんうん、はい、あのね順風に初めて来た、名古屋で初めて上演したのが、うん、伊藤真美家でやったシークレットライブ、それがもう6年くらい前ですか、もっと前でもそれぐらいじゃないか、それ6年くらい前ですよね、その時にからもうずっとあの順風を押して、うんうん、箱押しで、すごい、だって T シャツ着て、さらにこのピンバッジつけて、これ非売品のね、あのスタンプカードたまらないと思う、ね、もらえないやつつけて、そうそうそう、で来てくれたからもう、ガチ勢だね、ガチ勢ですよ、順風メンバーよりガチなんじゃないかと、確かに確かに、将来順風女子に入るんじゃないかね、そうだよ、だって今日もね、もう参加してくれたんで、確かに、あの参加してたよ。そう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 。嬉しかった。もうマミさんより身長が大きくなったっていう、ね。ああ確かに、ね。前はね、前は。そう本当ちっちゃかったよね。もう大きくなっちゃって。3年間の間にもう越してますね。素晴らしいですね。すごいね。シャリですよね。なんか僕らも歴史を感じますよ、ね。そうだね。まじ、あ、ま10年10周年記念なわけだからね。そうですね。そうですね。確かにね。あれあれどうしたの、何でもないです、何でもないです、あれ今、はい、放送事故起きた、ちょっとあれまたちょっとフラッシュバックしてきちゃって今ちょっとお手がフラッシュバックしてきちゃって本当にできてないから、ね、ちょっと福島までにはね何とか伝えていきたいと思います、はい、疲れてるねみんなすいませんね、さすがに疲れてなんかないですよ、言ってんすか、これからこれから、いやいや、あの、ね、福島公演だって正直ね、あの俺は東京公演で初めて見て、はいはい、で今回、今日ねまさに名古屋の、はい、あ名古屋っていうか愛知か、愛知公演を見て、はいはい、
あのね、徐々にこう良くなってくる。なるほどなるほど。ね、そうそうそう、福島はそうそうそう。ああ、なるほどね。福島よりいいんじゃないの、うん、ということですよ。いやでもそれは本当に、まあ、こっちの体感もありますよね。体感としても、うん、なんか熟成してってる。うんうんうん、なんかこう落ち着いて、うん、こういろんな人のこと見れるし、うん、話聞けるし、うん、みたいな。やっぱまだね、いろんなことに追われる東京は本当、ね、もう目まぐるしく終わってたんで。ありましたね。ところありましたよね。いやそれでもね、本当もう各地の人たちに温かく迎えてもらってからね、本当に、あ、待ってくれてたんだなっていう感じはすごい、そうですね、嬉しいですね。だから福島もうまくいけば今後もっていうことにも、ね、いや、そうなんですよ、そう考えられるもんね。まあちょっと繰り返しになりますけど、本当にないので、その笑いみたいなものが、だからなんかちょっと貢献して、まあ偉そうですけどね、なんかちょっと順風がこれからもなん、あの1年に1回でもコントやることで、それがなんかそういうちょっと盛り上がればいいなみたいな思いはね。でもほら、あのね、あの平野くんの実家の、はいはいはい、まあ宿泊施設でやるわけじゃない。そうですそうです。で、もしさ、これがめちゃめちゃうまくいって、めちゃめちゃ反響が良かったらさ、もうさ、そういうパックだよね、もう。なるほどね。順風がやるから、その時期そこ、あの、見たい人が泊まるみたいにすれば、確かに、めちゃくちゃいい。そしたらひと夏ずっと公演やることになるかもしれない。最高じゃないですか。すごいすぎる。最高。そうなったらいいよね。その場合順風男女とも寝泊まりみたいなことになる。そうですね。風呂トイレもニアミスしちゃうけど、ね、いいんですかね。か常に面白いことしてなきゃ。やめ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 。今やめやめ。もめちゃんもずっと騒いでうるさい。何っつって、あの夜中に急にゲリラが始まるみたいな。そういうあのパッケージにしてさ、めちゃくちゃいいわ。あ、それじゃ面白い。確かに面白い。1泊ぐらいだったらやりたい。そうね、確かにね。ちょっともう10泊目ぐらいはもう僕らも多分今日は何もサプライズがないっていうサプライズをするかもしれない。そうだ、ないのもめちゃんが静かになるかもしれない。何いよいよ夢が広がるね。いいですね。いろんな展開があるじゃないですか。いや、もう本当にあのね、私これ、なんか前説の時にも言ったんですけど、私6年ぶりか、その復帰して役者として、ガチで本当にやる、その本公演に関わるっていうので、まあそれで、まあいろいろなことをね、余裕がなくなって、まあいろんなことをやらかしてしまったりとかは、まあ、それはしたんですけど、引きずってんなしたんですけども、うん、あの、東京のね、終盤ぐらいで、やっと、あ、これだ、舞台立ってる時のテンションとか、思い出したタイミングが如実にあって、なんか、あれ稽古通りにやってるのに全然ハマんないなみたいなこととかを結構感じてたんですけど、それが東京のね、あの、ラス2公演ぐらいだったんですけど、そう、まあ、なぎさんが言ってた、あの、見てくれた、くださった回の時は、まだ気づけてない時ですね。だいぶ終盤だったんだけど。そうなんですけど、もう本当にね、そこでこれだと思って、もうなんかお客さんに届く感じのなんか出し方というか、あるじゃないですか。それを完全に忘れてたんですけど、もうやっと思い出しましたね。なんか安心です。コツみたいなのがね、あるんでね。そうそうそう、公演ごとにね、ちょっと押していくとかね、そうそう、ちょっとしたもう声の張り具合だとかね、そういうのがだんだんやっぱ分かってくるよね、あの、公演を重ねるごとにね。という感じで、はい、もうバリバリの感じで福島には挑めるという。そうですね。いや、本当、ね、いや、本当福島公演はね、本当、はい、娯楽といえば順風男女みたいな、はい、ね、していただきたい。福島の人にね、それを、それをね、お伝えしたいところでございます。はい、ではちょっとあの公演の詳細の方をお伝えしたいと思います。はい、順風男女、10周年の出産公演、お天候天お天天でございます。福島公演は、6月18日と19日でございます。うん、18日は、14時から、こちらはですね、パパママデイとなっております。こちらはですね、18時の回は、ちょっとすいません。残念ながら制作上の都合でちょっと、取りやめさせていただくことになりました。申し訳ございません。はい、で、19日日曜日、こちら13時でございます。全2公演でございます。チケット絶賛発売中でございます。はい、前売りチケット2000円、当日2500円。学生の方、未就学児童の方は1000円となっております。うん、会場は、
は、私平野の実家ユースゲストハウス後までございます。お車で来ていただいても、バスで来ていただいても大丈夫でございます、うん、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。あ、楽しみですね。はい、ね、はいはい、すいません、今日はお疲れのところありがとうございました。全然疲れてないよ。何ダメだよ、すぐやれるよ。何だったら来いよ。何無駄遣いでありがとうございました。いい、本当に、ね、いい、はい、というわけで明日から福島公演頑張りましょう。はい、登録した順風男子の皆さんでした。ありがとうございました。渚清水と平野健介の割と本気です。